おはようございます。今ロンドンの南の方にあるクラハムジャンクションっていう駅に来てるんですけど、今日はここからまたちょっと南に行く電車に乗って、ブルーベル鉄道っていう蒸気機関車を見に行きたいと思います。しばらく営業もお出ししてたんですけど、今日から大オープンということで、記念すべきにファーストデーでございます。そして今年で60周年を迎える節目の年でもあるそうなので、ちょっとワクワクしています。ブルーベル鉄道は4つの駅の間を走っていて、一番上の電車のみロンドンから公共交通機関の路線とつながっています。残念ながら今まだ空いていないので、今日は3番目の駅から上に上がって最後下まで降りて、また元の駅に戻ってくるというルートで電車に乗ることになっています。はい、今ヘイワーズヒース駅に到着しました。普通の移動する電車と路線がつながっていないので、こう近くの駅まで行ったら、そこからバスだったりタクシーだったりで、このブルーベル鉄道が走ってるところまで移動しないといけないんですけど、今日はあの車で迎えに来てくださる方がいるので、その迎えを待って向かいたいと思います。私たちが予約している蒸気機関車が発車する駅まで移動してきました。土日だったら公共交通機関のバスがちょうどここの目の前まで止まるみたいなので、公共交通機関利用される方は土日の、あのチケットを取るのがいいかもしれないですね。これは記念チケットを買える機械みたいです。10ペンスを入れてレバーを引くとチケットが出てきます。はい、ついに蒸気機関車が到着しました。初日のこともあってか満席みたいで、今からちょっとこの電車の中に入っていこうと思います。テーブルがここでした。こんな感じになっていて、電車もかなりレトロです。で、今日はランチボックスがついているので、これを食べながら移動する形になります。停車駅キングスコート駅に到着しました。地図で見るとこの最初に乗った駅から上の方に移動してきたんですけど、その次は下に下るので、ここで方向転換が必要になります。機関士さんが機関車を今外しています。これから空いている隣の線路を使って反対側へと向かっていきます。そしてまた反対側で連結の作業をしたら方向転換の完了です。すごーい、石炭がこんなに積まれてるんですね。こんな近くで見るの初めてなので、わー
茶を持ってきてくださいました。もうね、36度オーバーのこの暑い中、ホットティーを飲むっていう、いかにもね、イギリスらしい感じなんですけど、中はクーラーも効いてて、あとは全部ここの上の窓は開いてるので、I just let you know the short stop was due to a lineside fire, which I think you've just there, which we've just put out as we're on our way.今煙見えましたちょっと火事が起こったみたいで、電車ではないんですけど、この線路沿いで、なのでちょっとだけストップするみたいですね。今シェフィールドパークステーションに来ています。ここがまあ今日の停車駅の中ではメインのところで、駅のねプラットフォームにミュージアムがあったり、お土産屋さんがたくさんあったりするので、観光に人気の駅っていう感じなのかな。まあ、停車時間が今回短いんですけど、ちょっと散策してみようと思います。ちょうど60周年ってこともあって、60周年記念のお土産とかもたくさん販売されてるみたいです。ここがお土産屋さんです。はい、休憩時間を終えてアイスクリームとともに戻ってきました。これからまた今日、蒸気機関車に乗った駅に戻っていく感じになります。かなりね、ここの駅は混雑していて、他の駅ではあんまり降りる人も少なかったんですけど、全員が降りてお土産とか買いに行ってる感じでした。まずこれが蒸気機関車のね、スチームが乗ってるポストカード3枚と、かわいいノートブックです。これ一個一個の本当に停車する駅の名前が書いてあって、60周年のね、ロゴも入っています。あと一つは、私がいつも旅行に行った時に集めているスプーンです。いい記念になりました。ヒース駅に戻ってきました。これからロンドンに帰る電車に乗るんですけど、思ったよりもその蒸気機関車が入ってきたり駅に入ってきたり出ていたりするのを見るのも楽しくて、一日のお出かけになりました。他の種類の電車もすごく楽しそうだなと思ったので、また近いうちに機会があれば開放してみたいなと思います。それでは今日も皆さん見ていただいてありがとうございました。また次のお出かけ動画でお会いしましょう。